ヨガーヨガーおーー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 
はい、どうも、みえです。あ、でも、ガミさんが今、高田村によくいるって言ったんですけど、あの、ななこさんはあんまたまにしかいないです。よろしくお願いします。そんなに言うことはいない、ね。確かに。はい、どうも、プテラ高橋です。今日、僕、ヒゲ脱毛に行ってきたんですよ。そのヤグレーザーっていうレーザーで皮膚をしばくんですけど、あの自分のあの毛根が焼ける匂いを嗅ぎながら、あの10分ぐらい耐えなきゃいけない地獄の、え、痛いんじゃあれ、やばいっす、そんなにやばいの、やばい、どこのヒゲですか、どこのヒゲ、どこ、鼻の下、どこで、あ、いや鼻の下痛いっすね、鼻の下と顎、なんか薄いとこは痛くないんですけど、まあね、ちょっとみんなにも嗅いでほしい、自分の嗅いでしないみんなにも体感して嗅いでほしいな、嗅いでほしい、お願いします、お願いされたくはないな、はい、長野アルマです。ヒゲ気分によって伸ばしたりたまにするタイプの人間なんで、ちょっと意味がわかんないですね、よろしくお願いしますそうなんだ、はい、高田です。まあ、タイトルにもみじ天ぷらって何って入れたんですけど、いまだコメントでそれを知ってる人いない。いや、今僕のコメント欄も一人もいない。いないよ、知ってる人。俺が勝手に天ぷらにして食うてるみたいな流れやめて。いないんだよ、だってあ。でも僕のコメントだと、伊豆さん関西なのにもみじの天ぷらは知らないだとってコメントあります。なんか俺は知ってる。知ってるってことなのか。いや、でも高田さんとかハイブリさんも知らない。知らない、知らない。知らない、知らない。みんなマジ悪ノリじゃなくて、知ってる人は知ってるって書いてほしい。もみ天はお願い、もみ天。もみ天もみ天もう自分で略者始めた、もみ天国ね、もみ天国ね、違うね、うん、違うね、ちょっとレッツをおのおの配信で喋って戻ってきてください、はい、はい、皆さんこんばんは、伊豆です。高田村楽しんでいきましょう。ここでごめん、箕面でしょ、調べたけど兵庫じゃないしな、なんか兵庫県の名産とかやったら知ってへんとあーって思ったけど、大阪箕面やからな、甘いっぽいね、これ。え、じゃあ、もみじじゃないってことですか？いらなくないですか？いや、そうそうそう。なんかね、もみじの形してるってこと？え、どういうこと？なんか、甘い小麦粉を天ぷら、甘いっぽいな。油で揚げてたもん。もはや。え、お前はホットケーキミックスで揚げたような味ってめっちゃコメントで書かれてるけど、そうなの？あ、それは違うと思います。多分、え、もみじ揚げじゃないですか、それ。ミックスっていうよりかは、なんていうんですかね、ちょっと衣が甘いのは間違いないんです。いつまでもみじの話してんの、もみじの話してるんだって話ですよ。季節外れですよ、もみじは。確かに、確かに。ゴールデンウィークじゃん、まあ、あと半年。真逆。じゃあ、ルール説明しまーす。茶会しますかね。あ、おい、おい、あ、ぽぽぽぽぽぽ。あ、いない。ああ。もみじ、もみじ、もみじ、もみおじ、もみおじはやばいよね。もみおじはやばいよ、おまおじさん。もみおじ。いい顔。やばい。うわあ！楽しい、楽しい、楽しい、楽しい。すいません。行け。今が読めない。お前やばい、キラー来てる、うん、誰が言ったか、誰が刺したの、誰が刺したの、アルマアルマだ、アルマさんが死んだ、クソゲーすぎる、5回は被弾したぞ最終コーナーで回避したら勝ちやん、こんなコース、うん、しかもあれ赤僕が投げてスター吐かせた瞬間に3台ちゃんと伊豆の無敵降臨狙ったからね。ガン、ガン聞きした。ガミさんスノボー得意なんですか？いや、全然。ただ、走れる気がしてるんで。走れる気がして走れるコースではないな。いや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 、大丈夫です。あの、伊豆さんの、ポンズさんとの対マン動画も見ましたよ。それなんだ。でも俺も動画見まくってて全然走れなかった、うん、見てできたら苦労しないっすよ。いやいや、いけますいけます、こんぐらいの走りならできるなって。舐められてんな。さすが花ピネロちゃんコース。モモファームってない。え、これモモファームじゃないの？モモカントリーな、ファームカントリー。モモファームってなんだっけ？64にあった。64、64、そうそうそう、そうだそうだそうだ、あったね、あのモグラがポコポコ出てくるとこね。そう、あー、スタート失敗した。
大丈夫、失敗しなくてもドベラからない変わんないから、なんでか、うん、変わんない変わんない、あ、言っちゃったね、それうわぁ終わりだなぁ4匹だってどんだけ人気ないおかしない最高ですそんな不人気な構図で大丈夫全員で止まって伊豆さんゴールしてから走り始めますそれは30秒のレースになるのそんな不人気なことあるベビーパークより反応ひどいな普通の前構成ですよあ、ミスったあかんあかんあー、キノコしか来ません。なんで投げちゃった今俺。いや、最悪。オッケー。これ下手くそすぎる。やばい、やばい、やばい、やばい。あれまだけでも。オッケー、オッケー、頑張れ。乗り乗り乗り。なに、なんか全身の水が来た。お前、打ち来て謝れ。終わりや。絶対1位取れたのに。ここむず。あら。住所送っとくから、後で。くれるんだ、本当に。謝りに来い。